ヒーハー。はい、バディファイトトリプル D の500円スタートデッキのね、このクロスドラグナーを上げていきましょう。ここはね、バディファイトハンドレットで手に入りにくかったね、アースバリアが手に入んなかった人はぜひ買っておいてください。はい、なかなかね、収録カードここのやつ開けちゃったんで、まあルールブックとかそういうのは見せません、ね、まあ見せませんっていうか、まあいちいち紹介しても意味ないんで、まあ、デッキだけの紹介ということに。こちらね、はい、まあほとんど変わりないっす。はい、絵が違うだけで、こっちの方が緩いね。やっぱこれ個体差あるな。こっち硬すぎんだよ。全然抜けない。これ作った人が間違えた。これまあデッキ紹介して、あーもうまた外れてるやん。はい、ジャックナイフ、ドラグナーウォール、ゲージ2払って出てきて、このカードを君の場のモンスター1枚上に重ねる。はい、必殺モンスターソウルガード、打撃力3か。だけどこれあれだよ、一応スタードラゴンだからねこれ、うん、はい、シュタインクロスが2枚ですね。サイズ3のネオドラゴンだね。はい、2回攻撃持ちだからね。アルファが、2枚ですね。ゲージ1払って君のデッキの上から1枚このカードのソウルに入れる。はい、プロトフューザーが、4枚、サイズ2で打撃力3、攻撃力6000、防御は4000ですけど、まあまあ強いね。まあまあいいサイズ2だ。ストラグラー、ゲージ1でネオドラゴンで、このカード登場すると君のドロップゾーンのドラグアームズ1枚までを手札に加える。はい、回収できると。これあんまり手に入りにくかったんでね、ホーゲルいいと思いますね。まあ結構いいカードも入ってます。ブレーザー、ネオドラゴンの移動持ちのドラゴンが4枚、スローウィング、クロスナイズ持ちで、このカードがソウルにある場合、ネオドラゴンが攻撃した時、君のセンターにモンスターがいないなら君のデッキの上から1枚ゲージに置く。おい、やべえよこいつが4枚、すげえ。これはあっぱれじゃ。君のセンターにモンスターがいなくて、このカードがネオドラゴンのソウルにあるなら、ネオドラゴンの攻撃力プラス2000して貫通を得る。なんだと、クロスナイズのこいつ2枚入ってるぞ、強いな。はい、クロス、いやこれは改造の余地ありだ。ネオドラゴンで防御6000だけど、サイズ0はないね。ブレイブメモリーが、ライフ5以下なら使える。ゲージ1払ってカード2枚引く。あー、新規イラストが新しくなったんだね。はい、コスモヒーリングが3枚、君のデッキの上から1枚ゲージに置いて君のライフプラス1する。強いね。サプライズレーザー、ゲージ1払って相手の場のサイズ1以下のモンスター1枚破壊する。これは何かと交換してもいいと思う。スペーキューライトリング、はい、カウンターで反撃を与えて攻撃力プラス3000、防御力プラス3000、まあいいね、が、4枚です。はい、アースバリア、なかなか手に入りにくくて手に持ってない人もいると思うけど、これ4枚ちゃんと入れてくれてますね。これは嬉しいんじゃないかな。ライフ1して、その攻撃の効果です。ネオミーティア、これはね、ゲージ1払って君の場のソウル1枚以上あるな、ネオドラゴンがいるならこのカードの攻撃力プラス3000。はい、いいですね。フォトンセーバーオーロライト、これは改造しても OK。
ちょっとあれに改造した方がいい。コスモセイバー的な感じの。あ、なんでもいいです。とりあえず武器は新しくした方がいいと。はい、これで4枚です。ちゃんと4枚入れてくれてるところが優しいところ。スタードラゴン。はい、次はこちらを開封します。黒竜を開封していきます。ご視聴ありがとうございました。ではへ。